どうも、虹色ライダーでございます。虹色映像始まりました、勝手に。ということで、今回はワンピースの回でございます。こちらを持ってきてます。ホールケーキアイランド編。はい。で、合ってますよね。ビッグマムのとこですね。ここは82巻から90巻と一応なってます。まあ、その前からね、話とか出てきているから、まあ、その辺は、なんだろうな。きちっとはちょっとできないんですけど、はい、今回はそれを話そうかなと思います。ホールケーキアイランド編、まあ、ビッグマム編と言ってもいいんですが、まあ、ここは唯一違うのは、まあ、新世界編自体がね、全て解決してない感じにはなってるんですけれども、まあ、一応魚人島編もルフィはボスを倒した。で、パンクハザード編も一応倒してるんですよ。ホールケーキアイランド、要はビッグマムだけ倒してないっていう終わり方をしてる。逃げて終わったっていう、まあ、異質ですよね。はい。で、特にね、多分、新世界編で一番謎なんじゃないかなって。ここがよくわからないまま終わったっていう、そのビッグマムの、過去話もちょっとは入ったけど、結局そこから得た情報が、そんなに、全部じゃないっていうか、まだ謎が、そこにも謎があるっていう状況で終わってるんですよ。ビッグマムが、マザーカルメルをどう取り込んだのかもしっかり描いていない。まあ、食べた感じにはなってるんだけど、本当に食べたのかどうかは描かれてはいないんですよね。で、僕これ虹色音声でもね、その謎みたいな感じで未回収、伏線回収みたいなことを喋ってる回が過去にあるんですけれども、そこでも、喋ってます。本当に食べられたのか。まあ、僕は食べてないっていうふうに言い、あの、って予想はしてるんですよね。そうあってほしいみたいな。まあ、それに対してのね、コメント、すげえ否定的なコメント結構多かったんだけど、まあ、それは置いといて。だからビッグマム自体がそもそも人間なのかっていうこともよくわからない。なぜ大きいのかっていう、その謎も、まあ、これから多分今ジャンプでね、ベガバンクが出てきたので、そこでなんかいろいろわかんのかなとは思ってるんですけれども、ここでは本当にわからなかった。で、ルフィも倒してないし、まあ、逃げ切って終わり。まあ、カタクリをね、こいつを倒したから、まあ、一応ボス的なやつは倒したっていう感じになってるんだけど、めちゃくちゃ強かったからね。でね、僕がすごく気になったのは、ビッグマム海賊団。家族なんですよ。全部。ビッグマムから生まれた。もう、かなり多い。100何人とか、確か生まれてるんですけど、普通人間だったらそんな埋めるわけないじゃないですか。まあ、悪魔の実の力とか、もともと持ってる、なんかその、そもそも人間じゃない性質みたいなのを多分持ってるんだろうけど、そこは謎なんだけども、まあ、そこでいっぱい子供が生めると。そしてその子供が、まあ、いろんな性質を持ってね、まあ、強さはこうバラバラだけども、まあ、一つの海賊団として、その家族として成り立ってるっていう、海賊なんですよ。でね、普通家族だったら、まあ、僕が思う印象ですけども、なんだろうな。家族だったら仲いいし、その、みんなのことを分かってるっていうか、こう、統率力、まあ、信頼感とか、なんかそういうところが他の海賊団とその他人同士じゃないつながりがあるから、すごく、強い絆で結ばれてんのかなと思いきや、一番結ばれてないんですよ、ここ。って僕は思いました。ルフィがね、一回牢屋に入れられて、ナミと。で、見張りやってた、やついるんですよ。名前忘れた。なんだかファーとかいうやつ、語尾がファのやつ。が、結局、ジンベイが現れて、ジンベイにやられて、ルフィはそこから抜け出すんですけど、兄弟たちに言わないんだよね。自分がやられたってこと。そんなことバレたら、ママに殺されるっつって、心の中の声だけは、描かれてんだけど、言わない。自分を守る。なんか、そこにすごく違和感を感じた。あ、で、あえてそこ書くんだっていうところも、ちょっと引っかかったところなんですよ。だから、兄弟同士で、こう、絆で結ばれてるはずなのに、自分のことしか結構考えていない海賊団。家族なの。で、あって、まあ、ビッグマムという、でかい、ね、海賊から生まれた子供たちだけど、自分たちの子供を大事にしない。ビッグマムはね。
もう、ある意味独裁国家みたいな感じになり立っている。そこがすごくね、不思議でした。だからこれは、もっと深掘りすれば、後に描いてくれたら嬉しいんだけど、なぜそうなのかっていうところが分かってくるんじゃないかなと思います。それはビッグマムがどういうふうに生まれ育ったかっていう、まあ5歳の時に捨てられたっていうところは分かってるんだけど、そもそもその前はどうだったのかっていうところ、出生のとことかね。その辺が分かると、いろいろ見えてくるのかなと思っています。はい。ですね。まあビッグマム編はそんな感じかな、僕が思った印象。まあ気になるのはマザー・カルメルのところですね。まああとその巨人族とのつながり。まあ巨人族から嫌われてるから、ビッグマムは。最終的にルフィたちがそこに行き着くと思うんですよ。ウソップは絶対行きたがってるから。そこも描いてくれるんだったら、まあまたそこでわかることもあると思うんですけれども、だから現時点ではすごく謎です。ただ僕が言いたいのは、ビッグママは食べてないっていうところは言いたいかな 食べないでみんなを取り込んだ。それはその能力というか、そういうことであってほしいなと思います。はい。これ言うとまたね、まあ、そんな多分この映像は見られないと思うんですけど、そのワンピース好きの人からは、いちいち否定が来るんだよね。あれは食べたでしょ、みたいな。少年誌だから食べたとこは描写されないけど、あれは食べたことになってんだよみたいな。いや、そうじゃん。だってそっちの方がだってすごい分かりやすいじゃんっていう。なんか。だからあれは実はこうだったっていう大どんでん返し的なことがある描写の仕方じゃないかなって僕は思ったんですけど、だから食べてないに一票入れたいんですよね。はい。というわけで、ホールケーキアイランド編。まあ、3時のところはね、また3時話で言うかな。まあ、とにかくね、3時はかわいそすぎる。今回の話でさ。もともとゼフとの絡みで、あんだけひどい過去があったのに、ここでももっとひどい過去があったのかよっていうね。だから3時は優しいんだっていうところが、あって、さらに3時が好きになったところではありますね。というわけで、以上でございます。ワンピースの話、ホールケーキアイランド編でございました。聞いてくれてありがとうございました。さよなら。